特徴をして、さらになんかここをまあどこでもいいんですけど、一回ちょっと変えて、戻すと、そうなんだ。じゃあ、これ本戦の2戦目第2回戦ですかね。大阪の2回戦。はい、勝者側2回戦、ユイテグル宮原のボックス対ロゼッタっていうことなんですけど、これちょっとまあ、どうなんですかね。足速いし、前側に差し込む技もあるんで、割とロゼッタ辛いんじゃないかなって。上 B の捕まえを見せてしまって、食えなくて軍配で暴れていくか。チコがいないぞ、これはじゃあ、おっと強気にダメ落としていって食えねえから上スマッシュが確定する。これ後ろに倒してましたかね、食えねえと。ロゼッタ側がまあちょっと普通に多分ニュートラル入ってると割と後ろができるタイミングだから、食えねえ食らってた時に倒してる方向によって吹っ飛びが変わるんですけど、いずれにしよう大体上スマッシュで、まあ、普通に地面について受け身を取って読み合いっていうのが普通だった。ただまあこれ反応できなくて受け身取れなくてっていう人も多いです。だからチコがいる、3ライン集めぐらいか。暴れるな、暴れにチコの攻撃が当たって。おっ、非常弱で止まっていきました。回避読みで上スマートが当たらない。空強で暴れてきて、さあ空上で浮かすぞ。空強から空上はこれは簡単に確定します。着地狩り、空前。まあ強そうに見えるのか、ちょっとあんまり高くないです。ただ、判定は広いです。おっとこれはウエスマ確定かと思いきや、ウエスマをぶっ壊してユイがこれは危なげなく勝利。やっぱユイホックスこれこれすごいですね。相手が高いですね。このちょっと割と昔から言われてるんですけど、ホックスの中で非常に強気行動が多くて、まああと割とよく画面を見てます。で一見が結構冴えてる、ウエスマラッシャーっていうのは非常に、まあ、他のボックスって割と確定とか狙ってたりとか、結構ビビっちゃって大会でウエスマッシュ行かせねえっていう人多いと思うんですけど、そういう時に強気コートをしっかり出していけるっていうのが誘引の特徴かなってところです。全員がコントロールをなくしたと騒いでいくぞ。大丈夫か。もっと空白を刺しに行くのはしっかり上強で差し返されてしまう。ビジョンは痛みで駆られてしっかりしていく。ビジョンでさらに通していく。今作ビジョン、そうですね、エクスの時より早いんですけど、なおかつ後付けが少ないから結構ホックス側、まあ、エクスのファルコほどじゃないですけど、もうやっちゃっていいやっていう感じでビジョン振ってくるホックスが結構多いです。ウエスマ、これは5発か、多分クエの5発ですね。これ前投げで顔面の外に出していくが、ほら今見ての通りビジョンから、まあ、狩りに来た相手のその掴み読みで上行をしちゃったりとか、ホックスがむしろ優位に暴れてくるっていうのがかなり多いです。ただチコを置いて安全してるっていう、優位はしっかり崖上がり枯れないと判断してチコにダメージ、これチコにダメージ与えておくの大事ですね。特にホックスっていうのは結構チコを画面外に出すのはあんまり少ないと思うので、こうやってダメージ与えておいて、まあ後で何かしらのきっかけでチコを画面外に出してくるのが結構大事です。おっと空炎が続くし危ない。空炎ねえ、なんか X の追加をしてるなと思って。おっとビジョンさっきからあんまり取ってないですね。ビジョンからもあんまりみんなしっかり行くし、上で浮かされて非常に危険だな。もうこの崖うがい、崖うがいにこの崖うがい結構ホックス側っていうか弓の使い意識できてない人多いですけども、なんでかっていうと外出るのが怖いからなんですけど、結構この弓っていうプレイヤーはこの崖関連基準に詰めて、崖うがいからしっかりむしろ当てて下スマで勝ってやろうとかっていう意識非常に高いです、まあ、そういうとこ大事なんですよ。おっとジャックをガードしたのに出から上の方針に行ったが、後続のジャックに当たってしまって逆に不利になってます。そうそれと有利ですね。まあ戦場を選んでいいんじゃないかなって感じで、おっしかも DA でこれ死ぬんですね。なんでしょう、知りませんでした。あっと下今日ガード見てから上の方針に行った、あっとスコバランスが間に合わない。さあここ今チコがいないから余裕が強気に攻めていく。手前投げからできるか、強気に目の前に降りていって回避で後ろに回り込む。こういうの大事ですね。ボックスっていうキャラクターが横とかなくて非常に着地が辛いキャラなんで、たまにはああいう強引な作戦をしてます。さあジャコが、おっとチコがいるときに空中で触れる技もない、それがちょっと弱いところですね。空しろ空しろガードを削ってきて、おー上スマッシュ、この特攻像でしっかり
相手のジャンプを見てから通していく、これが強みですね。ユミノ出して無敵をやり通して下げく前、これは後ろに倒さないと確定してる。再び、まあキャラによってはちょっと進むんですけど、まあ、ロゼッタなんでは難しいです。ディエ、あーっとこれ着地のリミット。ディエか、今のウエソマがありそうだったら、多分ウエソマで上に浮かして着地のリっていうのが一番いいかな。ただあのダッシュの距離ちゃんとジャンプキャンセルですからね、できないんで、大会だとちょっと面倒くさくて、仕方ないかなって。さあ、ブラスターで。おお、これ、ビジョン、軽くなった。おっと、クルーファシにプラックした方がいい。お、ビジョン通しく。さあ、どうする。起き上がり、ここでカルト。これ、非常に辛いですね。死んでしまいますよ。さあ、ちょっと、意識できなかったか。おい、4コスマ。これ、ユイというプレイヤー、これ大好きですね。ホックスの横綱は強いんだよって言いながら、このそのまま上がりとジャンプ上がりとか、まあ大体似たものもそうなんですけど、この崖上がり